明日へ誓ったふるさとは後に戻せる思いの数だけお互いを牛乳パックで紙相撲実況中継、本日は元横綱清水館の引退式をお送りしてまいります。引退相撲をお送りしてまいります。お相手は私山田大輔、そしてみぼつでお送りします。さあ先場所引退となりました、まあ惜しまれつつの引退となりました元横綱の清水館、まだ若い25歳での引退となってしまいました。北海道清水町出身、清水町部屋の清水館、得意技はご覧の通りぶちかましからの内掛けを得意としておりました。名前の由来は十勝地方西部の町北海道清水町からでありまして、まああの風貌を皆さんご覧いただけるかと思いますけれども、風貌通りそのカンカンと、そしてかけているんじゃないかなという、そういったしこ名であります。さあ成績をまずご覧いただきましょう。この後は引退相撲が3番組まれています。最後の相撲を皆さんにご覧いただこうかと思っております。まあさまざま思い出も海坊さんもあると思うんですけれども、はい、印象としてはどんな印象ですかね。まあやはり前に出て、まあ、豪快な相撲を取る力士だなというところと、まあ最初からやっぱりこの円のね筒のような形になっているので、まあ、すぐ開くなという印象はありますよね、はい、初土俵が平成25年の1月2月場所でした。本場所の出場が13場所、横綱まで上り詰めまして優勝も2回数えています。通算が81勝34敗、まあ、勝率7割っていうのもね、見事なものですよ ね、 そうですね。ご覧のような経歴ということになります。では星取りをご覧いただきながら過去の映像もお送りしたいと思います。まずは最初の場所ですね。平成25年です。1月2月場所、その前のトーナメントで、はい、本場所進出者決定トーナメントで優勝を果たしていきなり幕内での相撲でありました。初日竹里団地的に内掛けで勝ってという白星でありました。ではその一番ご覧いただくことにしましょうか。でしょうか。制限時間いっぱいであります。了解。はい、ご覧いただきましょう。試合になるんでしょうか。制限時間いっぱいであります。両者見合って今日のぐらいぶつかりました。のぐらい清水館が出る。清水館が潜り込んでいって押し込んでいった。清水館の内掛け。清水館の勝ち。まあこの時もちろん叩いていた海坊さんですけれども、まず今印象で見てね、はい、色が違うなと。濃いですね、やっぱり若かったですね。若かったですよね、はい、こんなにでも1年2年で変わるんですね。変わるんですね、やっぱりね、いろいろな稽古の跡がやっぱり体に刻まれている状態ですね。初日は白星、そして結果6勝3敗で最初の場所を終えました。まあ優勝戦線にも絡みましたもんね、この時。そうですね。翌3月場所で準優勝にもなります。7勝2敗という好成績、一気に番付を駆け上がります。5月6月場所でも8勝1敗、見事でしたよね。では、まあ、優勝決定戦まで進んだんですけれども、キリダンサー戦では金星も、初金星もなりましたけれども、では優勝決定戦のもう今となった伝説の一番がございま す、ね、ご覧いただきましょう。どうぞ。北海道の2つの町の、そこで生まれた力士たち。宵茶間でしたね。清水館か。優勝はどっちか、どちらが勝っても初優勝。左宵茶間、右清水館、制限時間いっぱいであります。よ
しみやって今日のぐらいぶつかる清水館が立ち合いいなした与一山横を取った与一山横を取った後ろを取った与一山チャンス後ろを取った送り返し与一山優勝伝説の相撲ですね与一山座布団を投げないでくださいスマホ投げないで壁に今は壁はありますけどねあの壁にぶち当たっていったっていう相撲はもうもしかしたら壁ドンが流行ったのはこの清水館のおかげかもしれないそうかもしれないですね壁ドン、負け方もそういう意味ではそうですね本当特徴的な力士でありましたけれども優勝をこれで逃してしまったという、大事な一番になると、そういう場面が多くありましたよね今もとこういうところから出てき始めますよね優勝を逃します三役に昇進しまして6勝3敗関脇に昇進して7勝2敗とあっという間に大関に駆け上がったのはこの頃、ねえ21歳の新大関だったんですもんね。でまあこの頃さまざまなやはり同時期にはですね大関に上がった頃には後楽園白石島というライバルたちが同じように駆け上がってきましたね番付を ね平成26年の1月2月場所へと移るんですけれどもこの時そのライバルたちを押しのけてついに初優勝を果たします。ではその初優勝の場所続けて映像残っております。ご覧いただきましょう。まず初日です。初日はどうか。制限時間いっぱいぶつかった立ち合い横を取った清水館いや残機にが横を掴んでいる感じなんでしょうか。押し合いです。押し負けない残機に土俵中を動かない清水館が苦しくなった。残機にが寄っていくのか体を入れ替えに行くのは清水館打ち掛けをかける清水館寄るのは残機に残機に勝った残機に白星負けたんですねこの時ね清水館黒星新大関でしばらく苦しんでいたんですが6日目の後楽園戦6度目の対戦となります。もうこの時はライバルと言える対戦でもありましたね。ぶつかった打ち掛けは打ち掛けだ清水館の勝ち。打ち掛け後楽園の綱取りが絶望的となりました。誰が横綱になるんだっていうねそういう時期でもありましたよね。スリーダンサーにはめっぽう強かった清水館の勝ち。清水館でありました。横綱を倒して巴戦になりました。この場所清水館が大手をかけた。キリダンサーに勝って、そして清水ロケット。ぶつかった清水館が押し込んでいく。清水ロケットがね新鋭で一気に駆け上がっていた頃。押し出し清水館初優勝。しかしその後輩を押しのけての初優勝でした。清水館の勝ち。清水館が初優勝です。ではもう一つですね。最後に清水町の皆さんへ一言お願いいたします。私をゆるキャラにしてくださいというそういった優勝インタビューもありましたが開いてますね開いてますねもうこの頃からねそして現在の土俵です。さあ引退相撲最初の一番です。最初の相手は今日3番引退相撲ありますが最初の相手はこの力士です。牛乳パックで紙相撲元横綱清水館引退相撲であります。東方横綱清水館北海道清水町出身清水町部屋西方清水ロケット北海道清水町出身清水町部屋引退相撲最初の一番であります。さあ初優勝の時の巴戦の相手そして、自らの後輩でもあります同郷の清水ロケットです。解説三坊さん、はい、
引退相撲ですけれども、はい、まあそうですね、ちょっとまあ清水館も本当に強烈なインパクトがあるような力士なんですけどもね、まあそのね精神を引き継いで清水ロケット今後も頑張ってほしいなというところでね、やっぱりこの一番大事な一番かなと思いますね。そうですね、過去は4対1という対戦でした。さあ引退相撲です。最初まずはぶちかましからの内掛け見せてくれるでしょうか。館内も盛り上がっております。さあ見せてくれるか清水館。制限時間いっぱい、両者見合ってぶつかりました。前に行くな、清水ロケットだ、清水ロケットが出る、いなしていく、出したけど押しはどうか、清水ロケットの勝ち。ただいまの決まり手は下手出し投げ、下手出し投げで清水ロケットの勝ち。清水ロケットが勝っています。まあ、清水ロケット自体こうやって投げることもあまりないんですけども、なんで言うんでしょう、後輩だから豪快に負けてあげたのか豪快でしたね豪快に投げられましたね敗れております。館内はご覧のような状況です。出ますかね、お、声援が飛んでますよ。そうですね、あとどこ映してるんでしょうかあの惨めな惨めな状況に映したみたいな感じになってますけど、お、お、ヤングマンさんですよ。ヤングマンさんがたくさんいるんですよ今日。あれ誰が本物ですかね。あのヤングマンさん揃い踏みなんですよそういう揃い踏みもねあと今清水館の陰に隠れてますけど、あのピンクの方もいらっしゃいますね。そうですね、やっぱり今日見に来たんでしょうね、ピンクの方もね、カメラを持ってね、はいはい、ああそういう感じですか。そうですね、いやそれにしましてもねえ、はい、あのヤングマンさんっていうのは結局、はい、最後まで謎を残したまま。そうですね、だってもう清水館にいたってもほぼほぼヤングマン感が出てないんですよ、もう。そうですね、柄が薄くなっちゃって。そうですね、はい、結局ヤングマンさんっていうのは一人じゃなかったっけ。そういうことなんです、たくさんいらっしゃいますからね今ヤングマン、ヤングマンソロイブミどういうことですかねあまり意味が分かんなくなっておりますけれどもさあ、あと2番ということになります。引退相撲です。さあ続いてでは翌3月4月場所も優勝します。7勝2敗でした。ではこの時の優勝のシーン、そして横綱の昇進式のシーンがございますので、もう最高潮の時ですね、この時ね、ご覧いただきましょう。まさに全盛期というふうに言える。制限時間いっぱい、よしゃみやって、ぶつかりました、内掛け強烈だ、清水館の勝ち。ただいまの決まり手はまた清水ロケットの対戦もありましたね。ぶつかった、戦勝負、清水館が正面に寄って押し込む、押し込む、出る、押し出し、清水館の勝ち。優勝決定戦は後楽園でした。押し込むが清水館、清水館、これで横綱へ、清水館ということになりました。さあ未来を、うん、タイムライン上ね、拍手なども届いております。ありがとうございます。こういう晴れ姿でありましたけれどもね。練習したなというコメントを届いております。どっちに対してのだな、これ。というわけで、さあ、2つ目の引退相撲をここでご覧いただくことにしましょう。清水館引退相撲であります。東方横綱清水館、北海道清水町出身、清水町部屋。西方大関後楽園、岡山県出身、春日部部屋、後楽園です。自らの横綱昇進を決めた相手でもあります。対戦成績は5対6、拮抗していましたね。そうですね、引退相撲最後です、最後の戦いです。まあそういう意味ではもう名実ともに6対6にしたいところですからね、はい、そうですね。さあこの一番、清水館のあのぶちかましが出るか、
限時間いっぱいです。よしみやっていけい、ぶつかりました、ぶちかわし、横を取ったー、送り出し、後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して後楽園の勝ち。解説海坊主さん、いやー途中までは良かったんですけどね、立ち合いぶちかましていったんで後楽園の足が上がってね、ちょっと体勢を起き上げらせてたんですけども、はい、その後ちょっとカウンターのように押されてしまいましたね。そうでしたね。なんと大丈夫でしょうか今。そして今なぜかリプレイ映像も出ません。残念です。清水が最後の最後までこういうことが起きるんですね。普通に引退できない。どういうことでしょうか、リプレイ機能までも調子が悪くなりました。そして、横綱での戦いです。結果まあ1年間横綱を務められませんでしたが、ただ最初の頃はね、5月6月場所準優勝7勝2敗、翌場所も7勝2敗で安定したんですよね。そうですね。9月10月場所の途中で休場がありました。翌場所復活をかけて11月場所6勝3敗復活かなというそういう兆しは見せていたんですが、年が明けて新しい土俵になって、まあ衰えというふうには言いたくないんですけれども、やはり何か精神面もあってか、あとまあ怪我ですね。そうですね、足の怪我がありました、はい、自分の相撲を取れなくなってしまいました。4連勝の後の4連敗でした。そして引退となったわけです。最後の一番をご覧いただきます。いっぱいです。よしみやって強引のぐらいぶつかりました、正面に置いていく、横を取ったー、上手投げか。制限時間いっぱいです。よしみやって強引のぐらいぶつかった、横を取りに行った春日部屋、内掛け横を取った、清水館苦しい、押し込む、出る寄り切りー、春日部屋の勝ち。清水館引退、25歳、最後の相撲は力なく土俵を割ってしまいましたね。座布団を投げないでください、座布団を投げないでください。この後ろ姿っていうのも寄り切り、切ない感じがしますけれども、春日部屋の勝ち。というわけで残念ながら引退となってしまったわけであります。さあ清水館、最後の相撲です。清水館引退相撲、東方横綱清水館、北海道清水町出身清水町部屋、西方横綱白石島、岡山県出身春日部部屋、清水館引退相撲であります。最後の相撲です。横綱同士の一番を見ましょう。解説三坊さん、はい、過去対戦これ2対7です。ですが最後の相撲です。まあ、最後はもうね、立ち合いから両者押し合いになるでしょうから、はい、まあ押し勝って、最後優秀の美を飾りたいですね。見せてほしいですね。見せてほしいですね。引退相撲です。共に横綱を張ってまいりました。清水館と白石島、清水館の方が先に横綱になりました。その後後を追うように横綱になった白石島です。席別の相撲、制限時間いっぱい、両者見合っていい、ぶつかりました、左の回しは白石島、白石島が出る、清水館苦しくなった、寄り切り、白石島の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って白石島の勝ち。負け力なく土俵割りました。制限時間いっぱい、地味ですね。最後は力なくという感じでしたね。もう途中から横向いちゃって、もうもう仕方ないという、体力が続かないという、途中から嫌がってましたもんね。そうですね。もう相撲取らせないでくれ俺にと嫌がってましたね。
最後の相撲でありました。残念、引退相撲一つも勝てませんでしたけれども、まあでもね、よく怪我をしてね、はい、土俵に上がりましたよね。そうですね。で、あのびっくりなのがね、途中からの体開かなくなったんですよね。ああ、そうですね。だからそれがもしかしたら逆に良くなかったのかもしれないですね。そうですね、うん、ではこれより引退会見です。皆さんぜひタイムライン上で質問などもお待ちしております。放送席、放送席、清水神関です。お疲れ様でした。ありがとうございました。最後の相撲を終えて一言お願いします。もう自分に相撲を取らせないでください。最後の3番どのようなことを考えて取り組みをしましたか？そうですね、あの田舎に帰ったらどんなことしようかなっていうのを考えてました。タイムライン上、オブヤンさん早すぎる引退という声、ヤキミリモさんから現役お笑い横綱が引退自由になった清水館の今後の活躍が楽しみ、ゴスマニアさんありがとうございます。久々に見に来れたと思ったら館引退とうとうパッカンしたんですかという皆さんからコメント来てますよ。いやそうですね、もう引退してもう一刻も早くね、田舎に帰ってあの畑を耕したいと思ってますね。北海道の清水町出身でございますからね。それかゆるキャラにしてくださいずっと言ってましたよね再三言ってましたよね、ゆるキャラにしてくれと。ねえ、まあ早すぎる引退という声もありましたし、とある動画サイトのコメントでは清水館がいなくなったこの今、この紙相撲の価値なしというコメントも届いていましたよ。そうですね、じゃ あ, 引き続き相撲を取らせてくれますかそういうわけにはいかないかと思うんですけれどもね焼きみりもさんありがとうございます。質問です。清水館はパッカンするすると言われていましたが、見事これは遠投を維持しましたということですね。スタイルを保つコツは何かありますかってことです。そうですね、あの途中からですね、あのご飯を、雑穀米に変えまして、あの健康に気をつけるようになった結果、あの体調良くなって開かなくなったんですけども、はい、それが相撲悪くなる原因だったかもしれないですね、今思えばね。今後は後進の指導に当たるということにもなるかと思いますし、あと横綱ですからやはり勝負審判だったりという期待もあるかと思いますけれども、もうね、あの相撲のこと考えたくないですね。田舎に帰りたい田舎に帰るかゆるキャラになるかどっちかですね。ではここでですね、テロップでは出てるんですけれども、親方からお手紙を頂戴しております。ではお手紙をですね読みたいと思います。あ、これぜひ海坊主さん、はい、海坊主さんに読んでいただこうかなと思います。わかりました。では、海坊主さんに読んでいただくお手紙としたいと思います。ではお願いいたしますデデンデンデデンデンデンデデンデュア、デュア清水館へ。あなたが清水町部屋に入門したとき、親方として伝えたことは、勝つにしろ負けるにしろ印象に残る相撲を取る力士になれでした。力士になれデビュー戦となった新春トーナメントでは、横綱の切りダンサーに圧勝してしまったときは、キリダンサーの親方のことを思うと心臓がバカバカしました。続く本場所進出者決定 トーマメントでもこれあれ全部このまま読んでいいですか？はい、はい、そうですね。トーマメントでも優勝、幕内デルーするとトンテン拍子で番付を駆け上がり、横綱に勝寸。どこまで空気を飲まないやつだと思いました。第二の人生は肩になりにくいので、交流会で滑落できると嬉しいですね。清水館お疲れした。親方夜。感動的なお手紙でございました。これ田中さんこれ一瞬あの最
初読んでる時にあの全部誤字脱字かと思ってましたけど、これこの空気どうしてくれるんですか。大輔さん、あの滑、僕に滑らせましたね。これどうなってんすか。もう中に入ってこなかったんですか。では、横綱、元横綱親方からのメッセージいかがでした。内容が全く入ってきませんでしたね。あの僕あの勝つにしろ負けるにしろ印象に残る力士になれって言われてたの知らなかったんですね。力士さんってあれボクサーじゃないですか。では親方に今そうですね、育てていただいた親方に今ね、一言いただきましたので、では北海道清水町の皆さんにもぜひ一言お願いいたします。そうですね、私があの清水町のゆるキャラになりますので、清き一票をお願いします。全国のファンの皆さんにもお願いします。ゆるキャラになった暁には皆さんのところに会いに行きますね。本当にお疲れ様でした。北海道清水町出身横綱おっと最後にパッカンしてくれました。最後にパッカンサービスをしてくれました。パッカンサービス。第二の人生も、皆さんをぜひ、笑わせていただければというふうに思います。ありがとうございました。この時間は北海道清水町出身元横綱清水館の引退相撲でした。実況は私山田大輔、そして解説は海坊さんにお願いしておりましたけれども、海坊さん、はい、まあこの清水館という横綱が今後もやはり伝説として語り継がれるには間違いないですね、はい、そうですね、もう本当にレジェンドですよね。ねえ、型番となるかは分からないということですけれども、はい、まあ今後ね、あのレジェンド力士としてね、はい、やっぱり横綱はそれなりの型番となってね、皆さんにまた、はい、ね、あの利用できるようになればいいですよね。希少価値度がもしかしたら高いというそういう風になればまたいいですよね、うんうん、この時間は元横綱清水館の引退相撲をお送りしました。後輩たちはどんどんと番付を上げてきておりますので、はい、次なる時代に期待を持ちつつ清水館の引退相撲この辺りで失礼させていただきます。この後は中日5日目の取り組み、そして6日目の取り組みお送りしてまいります。今の牛乳パックで紙相撲もどうぞお楽しみに。色忘れたこの街にも七色の虹はかかるよ。たどり着けない場所なんてどこもありはしないから、笑顔がこぼれてきたら奏でられるよメロディー。みんなが歌い踊れば海も花も星も答えてくれる。負けそうなことあったら一人じゃないこと思い出そう。僕たちはつながってる。思いの数だけ恐れることないから、踏み出せば下が見えるよ。悲しみも勇気になる。絆は広がる、かけがえないもの。性別世代言葉なんて違っても